グラチャン実行委員会、グラチャン6号旗揚げ15周年記念大会、2023年10月15日、日曜日東京、TFT ホール戦した向き黒三角第16試合坂本洋平引退エキシビションスペシャルマッチ5分 1R& セレモニー、坂本洋平、フィアレスウルフ、初代グラチャンライト級王者、第2代グラチャンフェザー級王者、勝敗なし、エキシビションマッチのため山本拓也。 アラエストラチバ、第2代グラチャンライト級王者、第3代フェザー級王者、フォト、二人のランダ戦、坂本の顔にパンチがめり込む。坂本は驚異の肉体とフィジカルを武器に、2016年5月にはグラチャン初代ライト級王座決定戦で元パンクラスウェルター級王者の裏剣豪 1R で秒殺 KO その後、 階級を下げて17年5月に大沢刺激が保持するグラチャンフェザー級王座に挑戦。圧倒的な打撃力でに RKO 勝利し、2階級制覇を果たした。引退マッチでは同じく元2冠王者の山本拓也を相手に、リングで最後の戦いを見せる。1R、肘パッドとレガースを着用した両者。序盤はエキシビションらしくお互いに探るようにパンチを出していたが、徐々にヒートアップ。 坂本が殺気に満ちた左ジャブ、右ストレートを打ち込めば、山本も力んでの右ストレートを返していく。接近戦ではお互いに連打を見せて乱打戦を繰り広げ、あっという間に5分間は終了した。マイクを握った坂本は、4年ぶりに刑事に立ちましたが、格闘技は最高だなと思いました。こんなに真剣にやることはないし、リング、刑事に上がるファイターたちはすごいなと思います。 僕はこれからそういう選手を育てていきます、と挨拶を行った。引退セレモニーでは、選手から花束、グラちゃん、岩崎博之代表から特別功労賞を受賞し、再びマイクを握った坂本は、僕はこのグラちゃんでずっとキャリアを積ませてもらい、皆さんに感謝しています。一つお伝えしたいと思います。自分は野球で甲子園を目指していたのですが、行けなくて最後のミーティングで、 格闘技でリベンジします、と17歳の時に言ったのをはっきり覚えています。ここで言わせてもらいたいと思います。今、筑波にグラちゃんのジム、ピーレスウルフ、を立ち上げました。ジムはスタートであり、今から格闘技以上に努力をして、これからどでかい事業家になって、皆さんのお役に立つ事業をやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました、と言い、 最後に引退の10カウントゴングを聞き、刑事を降りた。